商店街レンジャーは、郡山市を中心に活躍している、ローカルヒーロー。2010年から活動をしている。郡山市商店街きらめき21研究会のメンバーが中心となって、商店街の魅力、役割、楽しさを発信するために誕生した、商店街応援ヒーロー。郡山市中心市街地の商店街イベント等で活動している。普段は自転車や、やおや、 電気屋を営むメンバーがいざという時、ガイレッド、ガイエロー、ガイブルーなどに変身して、商店街の人々や暮らしを守るために活躍するという設定。2013年5月商標登録認可。2010年に商店街きらめき21研究会創立10周年事業のイベントを初舞台として活動を開始する。2011年東日本大震災後、 ガイレンジャー活動を自粛していたが、福島復興応援のため、品川宿場祭りに参加し、初の都内商店街デビューを果たす。2013年5月には、商店ガイレンジャーが、登録商標として登録された。2014年には絵本、君の街にもガイレンジャーが、キットイルを制作し、県内の小学校に配布した。2015年には映画を制作し、翌2016年に、 市内のイベントなどで上映された。主題歌の『商店ガイレンジャー』の歌の収録の際は、ミックスエンジニア、楽曲アレンジ補佐として、市内の国際アートデザイン専門学校の生徒や卒業生が協力し、歌は郡山市で活動しているミッチマンが歌っている。ありがとうございます。